みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、アコースティックギターにおけるアルペジオ奏法の基本ということで、アルペジオの基本というか、基礎というか、なんかフォームというか、コツというか、弾き方というか、そんなことをですね、お話しさせていただこうかなと思います。結構初心者向けの内容になるかと思いますので、初心者の方に向けた内容になるかと思いますので、今までアルペジオやったことがないとか、今までピックでしかギター弾いたことがないなんていう方もですね、ぜひこの機会練習して、アルペジオマスターになっていただければなと、アルペジオの鬼になっていただければなという感じでございます。アコギで練習した方が面白いかなと思うんですけれども、エレキギターしか持ったよという方は、エレキギターでも全然大丈夫です。エレキでの指弾きもね、またこのかっこいい音がするので、皆さんのその持っているギターに合わせて練習してみていただければという感じです。どっちでもいいです。そんな感じです。では、早速参りましょう。まず最初は左手を使わずに右手だけで練習していきたいんですけれども、この1本目の動画では、スタンバイポジションというものをですね、皆様に練習していただこうと思っております。スタンバイポジション。ちょっとこれ、他の人たちはこんな言葉使わないんですよ。これ、滝沢流ですからね。そこだけちょっと気をつけてください。滝沢流です。クラシックとかとまた別のやり方なので気をつけてください。滝沢流でございます。スタンバイポジション。まず、そのスタンバイポジションに入る前に、早速弦弾いてみましょうか。ボン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 と。アルペジオというのは、親指、人差し指、中指、薬指で弾いていくわけなんですけれども、まず親指で6弦をボンと弾いてみましょう。ボン。そして人差し指で3弦をボンと弾いてみましょう。3弦。ウラ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 と。で、その次、中指で2弦を弾いていきます。で、最後に薬指で1弦を弾いていきます。別にこんな早く弾かなくていいです。なんとなく、ベン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 とやってみてください。ベン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 って。親指、人差し指、で、中指、薬指。こんな感じで1本ずつ、ベン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 と弾いてみてください。で、この時に気をつけていただきたいことがあって、できるだけ動きを小さくするということなんです。極端に悪くやると、こういうの。親指を弾くたびに、親指で弦を弾くたびに、手首ごとバン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 と行ってしまって、動きが大きくなってしまうと。人差し指とかに関してもそうです。こんな感じで手首がゆさゆさ動いてしまうのはよろしくないと。で、これを防止するために、さあどうしたらいいかというときに、そのスタンバイポジションの練習が出てくるわけです。やってみましょう。スタンバイポジション、こんな感じです。6弦、ごめんなさい、嘘です。薬指、1弦に触ってください。薬指、1弦に触ってください。で、中指は2弦に触ってください。で、人差し指は3弦に触って、親指は6弦に触ります。1弦、2弦、3弦、6弦にそれぞれ軽く触っている状態ということですね。これがスタンバイポジションです。強く握ったりとか力んだりすることもなく、自然に1、2、3、6弦に触るようにしてください。で、このときにまた気をつけていただきたいのが、指先をこうまっすぐにしないということです。指先をこうピーンとまっすぐになっているということは、この状態でもすでに力が入ってしまっているということなので、これはよろしくない。できるだけこのくにゃっと、この軽く握った状態をキープしてください。どういうことかと言いますと、この右手をこうブラブラと振るじゃないですか。で、あるときにこうペットを止めると、何も力が入ってなくて、このね、ブランとした状態ができると思うんですけれども、この状態を使ってスタンバイポジションを作ってほしいんです。ブラブラと振って、ふっと力を入れる瞬間。この状態をそのまま1、2、3、6弦に持っていって、スタンバイポジションを作るというイメージです。実際その、ね、ブラブラとさせて、ね、この力を抜いたダラーンとした状態。この状態をそのまま持っていて、スタンバイポジションは作れないので、ちょっとこの、ね、中指とかこの、ね、薬指とかの位置関係を少し調整する必要はあるんですけれども、できるだけこんな感じでブラ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 、ブラブラという状態。このぐらい力を抜いた状態でスタンバイポジションを作ってほしいんです。そうすると、指は伸びずに、かといってこうギュッと握らずに、このブラーンとこう伸びた状態になっていますよね。ブラーンと垂れた状態。これが、ね、理想なんです。この状態からちょっと指の位置の調整をして、1、2、3弦、6弦を触るようにすると。これが基本のスタンバイポジションです。このときに肩が上がってしまったりとか、腕に力が入ったりとかしないように気をつけてください。もう全身リラックスです。ブラブラブラ、ブランと。ブランとした状態で、1、2、3弦にそのままいくと。これです。ブランとしたまま、リラックスをして、そっと持っていく。ボン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 。こんな感じです。これがスタンバイポジション。で、その時にちょっとやってみていただきたいのが、このスタンバイポジションをキープしたまま1本ずつ弦を弾いていくという練習です。やってみましょう。スタンバイポジションを作ります。ブン。で、この状態で、親指を、
親指で6弦を弾いていきます。ブン、ブン、ブン、ブンと。こんな感じです。こっちの1、2、3本指に関しては、ここはもう触ったまま、押し込んだりとか離れたりすることもなく、軽く触ったまま。そしてこのまま親指をブン、ブン、ブン、ブンと。弾いていきます。で、この時のコツとしては、親指の付け根を動かすということです。親指の付け根、ここってことですね、ここです。先っぽのこっち側からこう丸めるような感じで動かすんじゃなくて、付け根の方から動かすということです。ここはまっすぐの状態をキープする。付け根から親指を動かす。スタンバイポジション。そして親指をブン、ブン、ブン、ブン。戻していきます。こんな感じです。次、人差し指いってみましょう。人差し指。ブン、ブン、ブン、ブン。こんな感じです。人差し指、中指、薬指の場合は、親指と逆で、その根元の方からあまり動かさないようにするのがコツです。この指先を、根元の方からこうやって曲げるんじゃなくて、この指先を手のひらにこう近づけるような感じで、このこっち側に引っ込めるような感じでピッキングをしていきます。こういくんではなくて、こうですね。こっちではなくて、こう。こうやってみましょう。スタンバイポジション。そして、人差し指で、ブン、ブン、ブンと。手のひらに近づけるような感じで、人差し指をピッキングしていきます。悪くやると、こういうことです。悪いパターン。こんな感じで、その上の方にずれたりとかすると、まあ、見てわかるとおり、その他の弦を弾いてしまうんですよ。こうではなくて、人差し指を自分の手のひら側にくっつけるような感じで、ふんとくっつけるような感じでピッキングをしていくと。で、中指に関しても同じです。スタンバイポジション、他の3本指はこのまま置いておいたまま、中指だけブン、ブン、ブン。で、その次、薬指をブン、ブン、ブン、ブンと。こんな感じです。もう一回やってみましょうか。親指、付け根から動かします。付け根から。こう丸まらずに、親指、付け根から動かしていきます。で、その次、人差し指。人差し指の場合は、できるだけ指先を使って、手のひらにくっつけるような感じでピッキングしていきます。中指も同じように。慣れないとね、なかなかそのリラックスがうまくできないので、その弦を強く引っ張ってしまったりとか、空振りやってしまったりとか、他の指が外れてしまったり、他の指も一緒に弾いちゃったり、いろいろ賑やかな感じになったりとかすると思うんですけれども、体中リラックスをして、必要な指だけ、必要な場所だけ、必要最低限の動きで動かすと。ちょっとそんな感じで練習をしていただくと、うまくいくかなと思いますので、できるだけ動きを小さくするという、心がけをしてみてくださいませ。で、アポヤンドとアルアイレっていうのがあって、その、なんて言うでしょう、その上に持っていくピッキングとか、ピッキングのやり方とかもあるんですけども、ちょっとこの辺の話を後でさせていただきます。その爪と肉のどっちの部分でそのピッキングするとか、そういった話もちょっと後でさせていただきますので、ちょっとその辺は後ほど。今はとりあえずスタンバイポジションを作ったならば、親指は根っこから、根元から動かす。で、人差し指とか中指、薬指に関しては手元、根元じゃなくて、手のひらにくっつけるような感じで、ピッキングをしていくという感じです。こんな感じ。で、これができるようになってきたならば、いよいよ、ちょっと実際のパターンで練習してみましょう。まあ、実際のパターンといってもシンプルなんですけれども、どんなパターンを練習するかというと、親指が6弦をブンと弾いて、人差し指が3弦、中指が2弦、薬指が1弦。という感じで、順番に1本ずつ弾いていくパターンを練習してみます。6弦、3弦、2弦、1弦、6弦、3弦、2弦、1弦、6弦、3弦、2弦、1弦、6弦、3弦、2弦、1弦。こんな感じです。ブン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 。こんな感じです。早くやる必要はないので、リズムよく
そしてこのバランスよく、力を入れずに、バランスよく小さい動きで繰り返せるように練習してみてくださいませ。早くやる必要は全くないです。極端に悪くやると、1本弦を弾くごとにその、ね、手が全体がバンバンドンドンバンバンって動くんじゃなくて、手首はこのままなんです。手首の位置はこのままなんです。ちょっと僕の手首を見てください。手首の位置は変わらないじゃないですか。もうそれぞれ指先だけを動かしてアルペジオしていくと。これが、理想です。他にも極端な悪い例としては、速くなったり、遅くなったりするパターンとか、あと空振りしちゃったりとか、弦を強く引っ張っちゃったりとかすることなく、バランスよく、ブン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 と。練習するように心がけてみてくださいませ。ちっちゃい動き、とっても大事です。ちっちゃい動きとっても大事です。まあ、なんかこの動画で見ているとね、僕がめちゃめちゃ簡単そうにやってるから、あ、なんか簡単そうじゃんって、思ったかと思います。けど実際やってみるとどうでしょう。やべ、意外と、むずくね、むずくね、マジでってなったかと思います。けどこれ本当に、ね、慣れなんですよ。何回も繰り返していくとですね、どん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 自分の指が言うことを聞くようになってきて、もっと自然に。簡単に動きが小さく弾けるようになってきます。そのためには、ね、まあ、基本的に繰り返しが必要になってきますので、最初はまあうまくできないかもしれませんけれども、頑張って繰り返し練習をしてみてくださいませ。ながら練習で構いません。ながら練習でいいです。テレビ見ながら、DVD を見ながら、誰かと話しながら、ご飯を食べながらは無理か、まあ、YouTube 眺めながらとか、勉強しながらもちょっと厳しいかもしれないですけれども、まあ、何かしながらで大丈夫です。ながらで OK です。もうひたすら時間をかけて何回も何回も繰り返す練習をしてみてください。そうするとある日、突然、あ、なんかちょっと上手くなってきた気がするという日がやってきます。肩、腕、そして指先のどこも力を入れることなく、超リラックスで、ブン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 を繰り返すと、ボケっとするぐらいの気持ちで繰り返すと。そんな感じでございます。1本目の動画は以上です。スタンバイポジションというのがありまして、それぞれの、ね、弦に指をこの置いた状態で1本ずつ弾く練習をまずやってみてください。つまり、この手首を動かさないということですね。指先だけ動かす練習をするということです。で、これができたならば、1本ずつ、順番に弾いていく練習をしてみると。で、この時も手首が大きく動くことなく、できるだけ小さい動きをここからで練習してみてくださいませ。これができたら、とりあえず1本目の動画は OK でございます。2本目の動画ではもうちょっと実践的なパターンで練習していきたいと思いますので、うまくできたら、まあ、うまくできなくても興味があったら次に進んでみてくださいませ。はい。で、ちょっと先ほど、アポエンド・ダルラリーなんていう話をさせていただいたんですけれども、ピッキングのやり方って大きく分けて2種類あって、その、弾いた後にこのボンと空中に行ってしまうパターンと、ボンと弾いた後に隣の弦でこの止まるパターンということなんですよ。これ、音色が違ったりとか、そのね、前後のフレーズのパターンで使い分けたりとかするんですけれども、とりあえず基本的にこのブンと空中に投げ出すパターンで練習して構わないと思いますので、あまり、細かいことは気にせずに、ちょっと練習をしてみてくださいませ。で、あと、この爪を使うのか、肉を使うのかっていうところで迷う方も結構いらっしゃるかと思うんですが、本当この辺はね、人それぞれです。爪をめちゃめちゃ短くして、肉 100% で弾く方もいらっしゃいますし、爪を結構伸ばし目にして、8割、9割爪で弾く方もいらっしゃいます。あと、肉と爪を、ね、半々の割合で弾く方もいらっしゃいますし、本当この辺は、ね、人それぞれって感じなので、いろいろ試してみて、自分がしっくりくる方、やりやすいと思う方、音色が好きな方を選ぶと良いかなと思います。ちなみに僕は、ちょい伸ばしをするタイプです。こんな感じです。ちょっと伸びてます。ちょっと伸びていて、アロンアルファで、先っぽの方を補強して弾いているような感じです。まあ、このタイプもあるんですけれども、まあ、この辺はいろいろ試してみて、自分の好みのスタイルを見つけてくださいませ。それではまた興味がありましたら、次の動画に進んでみてくださいませ。さようなら。ははははははは。さようなら。さようなら。